日本国際博覧会協会は再来年に開幕する大阪・関西万博で最先端技術を展示する協賛企業に日立製作所や KDDI など新たに11の企業と団体が加わったことを明らかにしました。大阪・関西万博では来場者が近未来の生活を体験できる未来社会ショーケース事業が実施されます。これまでに空飛ぶ車や自動翻訳システムなどが決まっていますが、仮想空間と現実空間を融合させたソサエティ 5.0 と呼ばれる未来社会をテーマに新たに11社が出展します。日立製作所と KDDI が共同で出展するほか、交通、環境など5つの分野で未来を仮想体験できる展示を行うということです。